はい、皆さんおはようございます。アガです。今日はね、千葉県の匝瑳市というところに来ておるんですが、台風の影響なのか、まあ土砂降りになりました。まあね、なんか隣の駐車場とか前もそうだけど若干冠水気味ではあるんですが、まあ現場の方に向かっていきたいと思います。やっていきましょう。さあ、そんなわけで向かっていきましょう。なかなか雨がひどい。右折できんのかな。うわ、ダメだな。今ね、ちなみに緑色とかね、赤の雨雲が来ております。いや、いけねえ、曲がれねえ。スモールつけよう。オッケー、いける。よいしょ。この先のセブンイレブンを右、なかなかえぐいね、雨が。こんな雨の中外でさ、荷下ろしとかもすごい嫌なんだけど。まあ、でもこの間新しいカッパを買ったんですよね。今回着るの2回目なんですけど。どこ曲がるの？よいしょ。うわ、すげえ雨だな。いや、これは晴れない。さすがに晴れないか。こう曲がるの。いけるか。よいしょ。うわ、なんか道路が冠水してる。ちょっとずつ。これは良くないですね。こんなんで現場動いてんのかな。よいしょ。なかなかえぐいよ、この雨は。朝だからね、今朝の8時半、夕方のゲリラかと思うよ。で、3キロ先を左だって。ここにもローソンあるのか。まずね、ここの千葉の人には申し訳ないんですけど、最初漢字が読めなくて、地名が。うわうわ、道路がえらいことになってる。
前が見えない。やばいなこれ。一回こんな雨降ったんですけど、すぐ止んだんですよね。ではこのまま曇りで行ければいいなと思ってたんですけど、ダメでした、ね。また降ってきたよ。台風は関西にいるはずなんだけどね。この右のうちすげえな、おしゃれ、すごいおしゃれなお家。大型いけんのかな。なんかすごい、なんか途中でね左折になってんだけど、すごい狭そうなんだけど、でもなんかルート指定っていうか、ここ走ってこいよって言われてるんでね。いけるんだろうけど不安になるよ。お、雨のピーク終わったか、弱くなってきたよ。お、やった、雨が弱くなってきました。全然一瞬だけだった。こんなとこ曲がれんのかな、すっげえ怖いんだけど。あと1キロで左だって。信号とかはなくてね、走りやすいけどね。右カーブからの左折。まあいいや、行ってみよう。トラック来たな。いやいや、一瞬だけだった雨だけど、まためっちゃ降ってきたし。ここを右カーブか。右カーブして視界が悪いから最悪だねこれ。どこ曲がるの、あそこか、あの車出てきたとこ曲がるのか。曲がるんだって。まあまあまあ道は大丈夫そうだね。農道みたいなところだとどうしようと思ってたけど。で4キロまっすぐだって。
ちょうど右側がすぐ海なんだよね、多分。この径はすごいとこ曲がるな。いや、これ現場行きたくねえな。道はいい、ここまっすぐで走りやすい。天気良ければな。今日はね、でもそう、台風の時ずっと地元の金沢、石川とかはね、天気良かったんですよ。で、来る時も、まあ多少パラパラは雨は当たったんですけど、ここまでひどいのはなかったんで、意外と晴れ男いけるんじゃねえと思ったけど、全然ダメでした。やっと信号が出てきた。まあ、まだ先だね。まだまっすぐ。結構ね、すいません。この辺の人は台風対策でガラスに養生テープ貼ってるお家が結構あるね。赤かな。すげえ雨だ。もうちょっとで右折だ。中とかもできたんだね、近くまで来てね。意外とね、コンビニとか泊まるとこなくて、この辺
ここもなんか駐車場になってる。さすがにちょっと大型は入れないけど、公園の駐車場にキャンピングカーが止まってる。八重ふれあい公園。もう一個先か。もう一個先の信号を曲がるみたいだね。不安だね、これ怖いね。この信号？いや違うな。なんかドラッグストア越えたとこ曲がるみたい。急に街っぽくなってきた。どこだ？この右のドラッグストア越えたとこを右か。ヤックスドラッグ、まあ、関東のお店なのかな。九十九里浜、九十九里って書いてある。まもなく右方向です。ここ曲がって右方向です。よいしょ。ちょっと雨が弱くなってきたかな。一応クレーン立ってるな。あそこだな。なんか青いお家のとこを右折するって書いてあったな。わーわー、また雨降ってきた。どこ曲がるんだ。現場は見えた。この曲がるとこまでにしましょう。今日動画はね、この先現場なんで。結構大きい現場なんだな。水たまりが。青い家ってどれだ。あの青いお家か。あったあった。クレーンが立ってる。曲がれるか不安だね。まあ、一応今日の動画はここまでにしましょう。誰か立ってる？誰か立っとる？ガードマンいるんだ。ここだな。うわ、狭えな。マジか。狭いな。よいしょ。曲がれんのかな。わ、大変だ俺。 OK、 とりあえず曲がった。はい、そんなわけで今日は千葉のね、走ってみました。お、アルファードのカバーがかけてある。そんなわけでもう現場に着くので今回はここまで。また次の動画でお会いしましょう。
マガでした。バイバイ。前から車来てるよ。